Hello everybody, welcome to the channel, MVJ Reacts. We are reacting to a non-music video. This is The Roots of Bandmade, Mikyu's hometown, Kumamoto. Hope I pronounced that right. So let's check it out. ボーカル佐伯です。はい、ギターの花見です。ドラムの茜です。ベースのミサです。熊本皆さん初めて？わー、2回目です、ね、2回目か。そういえばインタビューさせてもらいましたもん。そうです、ひどいですよね初めましてでしたっけと思いましたけど2回目ですよね。僕いろいろ言っちゃってちょっとね、ダメだったんですよね前回のインタビューで。ダメでした。先日はね、いろいろ僕も失礼したので、はい、今日はミクちゃん熊本地元ということで、うん、ミクちゃんのルーツを。I want to say, I love how she's like, so adorable, right? どういうとこでこういう風になったのか、こういう風になったって失礼ですね。だから失礼ですよ、前回もなかなか失礼でしたけど、失礼ですぽ。あと恥ずかしい方着替えていいんで、大丈夫ですか恥ずかしくないっぽ、メンバーさんなんでみんな大丈夫ですよ。はい、じゃあそれでは回ってみたいと思います。レッツゴー! I like their attitude.さあ今回はミクちゃんこと小鳩ミクのルーツをたどりつつ熊本の街を散策します。ミクちゃん、小鳩、メイド、メイドルーツというのは熊本にどういうものがあるんでしょうか。小鳩がもともとメイドさんを知るきっかけとなった働いていたメイド喫茶があるぽ。熊本にもう潰れちゃったんだぽ小鳩が辞める時というか、小鳩が出る時にもう一緒に閉店みたいになったぽ。じゃあ稼ぎ頭だったってことですよ。そう、まあ、でもずっといたぽ、うん、覚えてます、行ってみましょうか。覚えてますぽ、ね、行ってみたい。そのビルだけでもね、はい、どんな感じ。Okay, I got a question. Why is she talking like in third person? She's talking about herself. I mean, that's her last name. Kobato? I really should stop trying to pronounce their names. But why is she talking like in a third person? じゃあ稼ぎ頭だったってことですよ。そう、まあ、でもずっといたっぽ、うん、覚えてます、行ってみましょうか。覚えてますぽ、ね、行ってみたい。そのビルだけでもね、どんな感じかね。こんなやつがいたとこを見てる She's a shady drinker? メイド喫茶で働いたことある人、めっちゃ興味ないんじゃん、やっぱりいやいや、でも私は興味ありましたよ。ねえ高校生の頃メイド服着てあの学園祭とか出てた子ね。そのちょっと目があるんだね。 Okay, so she was a says that she performed in a school in a maid outfit when she was in high school. そのちょっと目があるんだね。はい、仲間。We're buddies. ミクさん、覚え店どうですか、覚えてます。覚えてますか、はい、こっちですかね、酒場通り。酒場通り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 。小鳩があのお酒大好きなんで。そうなんです、お酒だからだからなのかなみたいな、もともと選んじゃってたのかな。 She loves to drink, hmm? We're finding out stuffブラックいいですか、なんかすみません。違う違う違う待って、あのメイドキスやってた頃はここは無料案内所はなかったっぽなかったっぽ、1階が2階だったっぽ。 あまりの変わりように本人はもちろんメンバー爆笑。じゃあ上にどうぞ。違うの違うの、これ僕だ、ミクちゃんの音楽のルーツ辿ってるけど、これ大丈夫だよ、問題ないっぽ、大丈夫ですっぽ。ちょっと小鳩ミクちゃんも気になったのか、恐る恐る覗いてみることに。大丈夫かな。突然のメイド姿にお店の方も言葉を失います。スピーチレス。全然変わってるっぽ。あのミクちゃんはですね、熊本出身で、はい、あの元々この店舗で働いてたということなんですけど、はい、元々メイド喫茶ありました？
なかったです。前はここがテキーラバーっていうところまでは聞いてるんですけど、その前がわからないですね。じゃあやっぱり少し変わってる、うん、何年前だっけ、7年ぐらい、7年8年ぐらいじゃあ変わるかもね。でもここの壁とかそのまんまですと、ここはいじってないそうですとね、ここの壁そのまんまですと、白壁がね、こっちではなかったっぽ仕込み時間にもかかわらず気さくに対応してくださるご主人でよかったです。本当にこの辺り食べに行ってたなってなんかないですか。うん、そうですかね、あのケーキ屋さん、うん、スイス、スイス、はあ、熊本にねスイスがあるんです。スイスというね、もう熊本県民は全員知ってるケーキ屋さんがあって、そうケーキとか大好きなんですで、なんかみんなお腹すいてそうだからね、うん、あの買って後でちょっと食べましょう。やったっと。スイスによく行っていたというミクちゃん、早速訪れることに。じゃあここ、ここですと、スイス、ね、スイス、小鳩がよく行ってたっぽ。てか忙しさ的に大丈夫ですか。いや、あ、わかりましたまだお店ね、入りますっていうのちょっと僕聞いてこようかなと思って。アポなしなんですね、はい、家だって言われたらすいません。頑張ってください、はい、ちょっと行ってきますね。いってらっしゃいっぽー。これ熊本の店ならどこでも行けるって確認させていただくと。ケーキ、ケーキ、これで行けなかったらサイちゃんどうするっぽ。土下座、土下座ちょっとそれ見たい部長様に確認いただいております。庄司の土下座か、それとも取材許可が下りるか、果たして一体どうなる。結果は後ほど。バンドメイドのために取材交渉に。 They look like they really want to go in there really bad. They're just like, you know, being, they're getting, they're restless, like, come on, I want to go in, I want to go in.Must be really good food. たっきり戻ってこない庄司。お買い物していただいて、そこを回させていただきます。おっしゃっていただければ。すいません。お願いします。庄司が出てきました。果たしてどうなったのか。さすが。すごいでも端の方によって。すごい可愛い。こんな不安そうなんかうるー。してるのみんなで見てましたっぽ。よかったですっぽ。では美味しそうなケーキいっぱいなんで選んでみてください。行きましょう。 I just love her chicken. So cute. すいません、お邪魔します。お邪魔しますっぽ。皆さん一個ずつ選んでください。もうあっちからもうトレードに行ったっぽ。シラムイって何なの。お、戻ってきた。デコポン、これとデコポン、フランボワーズにするっぽ。 I don't know that flavor. 私、シラムイ don't know that. I do know that. じゃあ、サバマールショコラ、サクラ、モスカルポン、チーズケーキ I'm familiar with. 僕推しの、あ、じゃあやめて。じゃあイチゴのゴロゴロタルトを一つ。偉いですね、みんなバラバラの違う種類を。やっぱ好みがそれぞれ違うんだっぽ。個性がね。ありがとうございました。ありがとうございましたっぽ。続いて訪れたのは熊本女子に大人気のお店。大人気、大人気、皆さん見てよ、並んでるっしょ。並んでるっぽ。しかもなんか若い、若い、若いね。タピオカとスムージーを組み合わせた飲み物として話題になり、今でも10代から20代前半の女性に大人気のタピキング。でもこれ食したことはもちろんある。何度もありますと。そういうと僕飲んだことないんですよ。恥ずかしいから。そうだから今日みんなとこれてすっごいです。ジョージ、お前さ、一度味わってみたかったって。バンドメイドの皆さんを利用するんじゃねえよ。じゃあ皆さん注文お願いします。どうぞ。ヨーグルアンニー、オレオストロベリー、はい、
抹茶だったけどチョコバナナで、チョコバナナで。あ、カラフルじゃん。タピオカカラフルじゃん。いただきます。ポー。 There's a drink in the Philippines that is kind of similar looking to that. It's like a fruity. I forgot the name of it, and I'm gonna get killed by my. Oh, my girl's gonna kill me for it. But I forgot the name of the dish, the drink, but. Omega? Not Omega. I forgot the name of it. But it's similar, and it's actually really good. I tried it the last time I was there. I am so going to get it for not remembering the name of it. Oh, let's continue. Orange jelly. Chocolate banana, I like that.もっと美味しいね。なんかタピオカがちょっと柔らかくなって、これは10代好きだわ。高校の頃もよく買いに来た子友達とかと。じゃあね、なんかこれはみんな若者代表みたいな感じで食べましたけど、次はもうぜひとも僕の世代で紹介させていただきたいものがあるので、ついてきてくれますか。はい、行きましょう。そう言ってやってきたのは、知る人ぞ知る熊本を代表する宝楽まんじゅう。なかなかツボなところに連れていくじゃない庄司。宝楽まんじゅうって蜂蜜がね、あんこに入ってて、で白あんと黒あんがあるんだけど、これはねもう本当にソウルフードなの。ソウルフードですか。小林、ね、もちっちゃい頃から食べてた。食べてたよね。回転焼きとかいう名前を大きくなってから知りましたもん。そうでしょ。これ宝楽まんじゅうっぽ。そうそう。はい、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。で、中で持ってきてですね。Not happening, dude. Not happening. そう一歩。いただきます。ポShe don't know. No, no roses. これで熊本市内の街中をだいたいこうね歩いてもらって、上と下と、上と下と、そしてルーツに行きましたね。すぐ近くっぽもいます。ルーツのお店にね、ぜひ熊本出身じゃない他のミクちゃん以外の4人にはね、Eat horse。今日はね、僕はね、馬しゃぶをご用意しました。馬しゃぶ。馬しゃぶは食べたことないんじゃない？熊本もないっぽ。一押しの熊本の。はい、どうぞ。さてさて、やってまいりました。I wonder what the numbers are supposed to represent. 金の馬しゃぶ。金の馬しゃぶ。Looks like bacon.Doesn't it look like bacon? いただきます。She's in heaven. おだしの味がしっかりしてるっぽ。何もつけてないのにすごい味が染みるっぽ、一瞬で。久しぶりに帰ってきたというかね。そうですよね。一つ思ったのは、庄司さんは性格が悪いと。ほら、みんな、みんなおまたこと。バンドのさ、あれ合わせるのやめようよ。ね、みんなおまたこね。ほら。いや、みんなどうだった、熊本。うちの人が温かかった。マジの人は温かかった。温かかった。なんか、あんま冷ややかな目で見られなかった。それはあるかもね。東京だとね。結構、豊かな目が覚えてもらえるそう、ね、
若い人たちに番組エイドを聞いてもらいたいですね、うん、ぜひぜひ聞いてもらいたいっぽ。そんな番組エイド、はい、九州ライブありますね。ぽありますっぽ。教えてください、いつでしょう。はい、5月の2… Oh yeah, I gotta read this.Oh, okay. 26日、私たち九州で初のワンマンお給仕になるんだっぽー。ワンマン、はい、あ、お給仕ね。はい、そうそうそう、ライブのことお給仕って言ってまして、5月の26日は福岡のビートステーションにいて私たちワンマンお給仕やりますので、ぜひそちらの方に九州のご親戚もIt's too bad I got cut off. It wasn't my doing, people. That was not my doingBut, that was fun, wasn't it? I enjoyed that. I wish it didn't, the video didn't get cut off, though, so we could see, you know, at least a few minutes more of it. I hope that there's more of this, maybe for the other band members, you know, that they'll go visit where they're from. I think that'd be fascinating, because I just learned something new about, you know, about this as well.So, anyways, I hope you, but yeah, like I mentioned earlier, maybe somebody might know, what is with the numbers? I know sometimes when they mentioned something, they had an asterisk with a number next to it. I don't know what that's about. And that's not what I thought a horse would look like. It looked like bacon to me. But they sure did enjoy it, though. And they enjoyed that drink, too. Anyways, I hope you guys enjoyed this.And if you did, please give it a thumbs up, and maybe you'll want to subscribe. It would be helpful. And until next time, you guys have a wonderful day or night. Take care of yourself and the ones you love. Bye-bye.